イカ釣りは秋魚灯を用いる代表的な漁業です。秋魚灯としては主に光量の大きなメタルハライドランプが使用されてきました。メタルハライドランプは消費電力が大きく、発電用の燃油使用量が高くなることから、それに代わる省エネルギー技術として LED 照明が注目されています。島根県北東部、島根半島の北端に位置するタコバナ。奥弘樹さんは漁師になるために故郷の神奈川県を離れ、家族と共にこの地にやってきました。電気勝負なところはあるんですよね。電気の強い船がやっぱ近くに来ると、そっちにイカがブワーって取られてしまうような、やっぱ皆さん大きく船を大きくして電気強くしてっていうのが今までだったんですけど、もうイカが取れなくなって、それこそ大きい船の維持ができなくなってきてるような話も聞くので、それよりかは、まあ、僕みたいな小さい船でもそんなに大きい発電機を使わなくても LED で取れるっていうのはすごく良くて、今奥さんの愛艇第二咲島丸にはデルタ電子製 LED 秋魚灯が2灯設置されています。デルタ電子の高輝度 LED 秋魚灯は従来を大幅に上回る1200ワットの高出力により高い秋魚能力を発揮。さまざまな耐久テストを通して信頼性を確立。背面には専用放熱ファンを装備しています。そして使いやすさ、省エネと人に優しい環境対応性能を両立しています。高輝度 LED 秋魚灯を実際に半年余り使用した感想を聞きました。メタハラと比べるとやっぱり光の飛ぶ距離が全然違いますよね。届く距離っていうんですかね、それだけやっぱり遠くから集めてくる効果はあると思いますね。小さい出力の LED っていうのは結構市販されてるんですけど、これだけ大きい出力の LED っていうのは聞いたことがなかったんで、他の船の LED と比べて、まあ、かなり明るく見えるっていうことで、いやお前の船明るいなって言われるんで、まあ、本当に2つしかついてないんですけど、それでも十分効果が出るので。多分漁師さんはみんなわかると思うんですけど、電気つけるとひどい時虫だらけになるんですよ。メタハラだと LED だと虫が寄ってこないんで、それもいいですけどね。釣りしてる時にこう顔の周りにガが飛び回って集中できないんで、暑くないですしね、その日焼けして真っ黒にならなくてもいいんで。メタハラでめちゃめちゃ日焼けします。あと割れたりしなくていいですよね。取り扱いがいいですよね。なんかを振り回した時とかによくメタハラの弾割ったとか言って、弾も高いんですよ。なんでそういった破損の恐れっていうのがそんなにないので、そういった僕はもう新しいのを絶対取り入れた方がいいと思ってるタイプなんで、どんどん新しいものを取り入れてやってみようかなと思ってます。性能と信頼性に優れたデルタ電子製高輝度 LED 秋魚灯、人と海をつなぐ Go for the Sea。